はい、お遊びの時間です。はい、で、下の掃除終わりましたんで、途中途中にこういうステンレスカップ、これ豚の餌くれをしようと思って買ったんだけど、来てみたらこんな小さい、サイズが来ました。2リッターを買ったつもりが、200cc だった使えなかったやつ。はい、これを1個、はい、ここに2個で、ここに、アルミのコーヒーボトルが1個、2個で、ここにまたステンレスカップで、ちょっと低いここにステンレスカップで、最後にここにまた、これはジュースのアルミだな。で、最後に、以前やった、餌くれのステンレスカップとコーヒー缶2個、それぞれは周りのは吊るしてあって、ここのだけは、置いてあるだけなんで、全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、こちらからこっからだとだいたい6メーターぐらいかな、ちょうどその的まで。で、まあルールなんてね、どうでもいいんですけど、ここにストールのおしっこが流れる線があったんで、ここから出ないようにして打ちながら、あのはしご脚立のところからも出ないようにして、でこちら側は餌の前のこぼれる、ここにも溝がありますんで、そこから出ないようにして1周10発、はい、これが多分25発ぐらい入るんだっけな。これで帰ってきたいと思います。いきます。当たり、当たり、よし。で、こっから、こんな感じ。穴技が覚えてない。あとで数字を入れるかな、下に。はい、こんな遊びもできますんで、打ちたい方ぜひ来てください。はあ、当たりすぎちゃうな。全部こっから打つか、こっから打って当たるか。当たった。あ、玉が落ちて、ちょっと玉変えてね。よし、最初から。あ、当たんない。当たった。はい、こっからでも当たるわ。あ、最後近かったな。まあいいか、この辺に線を引いてそこからやるってことにしましょう。はい、おしまい。やめられねえっていうか、ね、マガジンにまだ今3つ入れてきたんで、こっからやります。どこだ？え、どこだっけ？あ、ここだ。残っちゃった。
たいですか。おかしいぞ。打てるわけない。どっかジャムった。なんか最後おかしかった。はい、おしまーい。